午後です。先日大阪福島区にあるアメトイショップペギースーさんに行ってきました。住宅街にポツンとあったな。ここでデッドストックのカードを買ってきました。ペギースーさんの SNS 情報が載ってます。今回購入したのはバットマンとゴーストバスターズ2。懐かしい映画だな。80年代の海外トレカは神放送なんやね。トックスだ。これ未開封なんで当時のガムが入ったままらしい。ショップのお姉さん言うてたな。おいガムむき出し。海外の衛生面やべえ。ビニール袋で密封されてないんやな。80年代すごいな。めっちゃ肩ついてる。そりゃそうだろな。ジョーカー。ジャック・ニコルソン。バットマン。これはジョーカーの家か。またジョーカー。これは映画本編終盤か。お、イラストだ。マイケル・キートン。めっちゃ若い。ジョーカー。ジョーカー祭りやな。またジョーカー。多すぎ。バットマン。これはかっこいい。ラスト。昔のコミック風。超いいなこれ。ゴゴ好きそう。次はゴーストバスターズ2。これもガムは入ってるんやろ。入ってる。割れてる。なんか汚れてるな。古い商品やからな。ガムの型強烈すぎ。事件現場かよ。主役とヒロイン。ヒロイン、エイリアン倒せそう。シガニー・ウィーバー。他の映画で強いイメージあるけど美人よな。イボン、スペンブラー博士。ハロルド王。続編のアフターライフ泣いたわ。これは SFX を使った映画のワンシーンかな。ゴースト。キモいイラストだな。ジャニーン。ハニーポッツ。ミンクのコートえらいことなってるね。バスターズのメンバーかな。ビーゴ。霊界の大魔王。終わり。個人的にはこれらが良かったかな。お店にまだパックいっぱいあったよな。また買ってくるわ。特にバットマンはまだまだ欲しい。ではでは。